おいしょ。おはようございます。おはようございます。何？おはようございます。まあ奇跡ですよ。今その宮がちょうどこっちにちょっと牛さんに用があって来た時に先輩来たんで、運命ですね先輩。これ運命か。そうなんですよ。よかった、先輩と運命で。そんな感情こもらずに喜べるんだ。でもずっと拍手してるよあれ。頑張って。いてれんくん、あれ。エンルナって書いてる。これすごくないですか。え、すごい。あ、かわいい。あっちに他者になってる。また見た目以外はいいって言われる車が一個。いやいやいや、待って、これは見た目もいいですよ。いやいやいや、考えても。まあまあでも可愛いよね。まあ皆さん、これちょっとあれだよね、ヒレ君のあれは俺やっぱ魂書いてるのがあれだった。あれはそう、 あの文字がいけない多分すべてが。並んで写真撮ってもらおう、横に。ゾリって高さ調整できるっけ。俺がヒレ君に撮ってもらって送るか、送ってもらうかって。確かに。まあそっちの方が早そう。まあ、いずれやばくはある、今。全然うんこ座りではあるよ。え、これうんこ座りじゃないんですか？間違えた。もいのもじゃあこっち側がいいな。こっち側がいいの？じゃあ私向こうに行こうか。そういうことね。スペース絶対狭いじゃん。いや、すごいよ、こっちがいい。わかったわかったわかった。違う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 。わかったわかったわかった。ここ降りなさい。じゃあこうして、トイヤがこうして、前でうんこ座りするの。あ、いいねいいねいいね。よくない？うん。はい、チーズ。はいはい、写真送るよ。ありがとう。オッケー、行きます。どこに、どうやって保存するんだろう、これ。絶対開いて。はい。あ、来た来た来た。やったー、ありがとう。お、良さげ。いやー、めっちゃいい。ツイートしよう。鍵を渡す、ミミタヤ。めっちゃ早いよ。おれんくん。やっほー。うん、バイクボロボロだから後で行くかも。いいよー。待ってるねー。電話来た。はいー。買うとこ。おはよう。おはよう。どこにいるの？今ね、ディーラーで買う車の相談してたよ。あー、なるほどね。うん。一旦高級車ディーラー行くと思うから72センチ戻ると思うけど、合う？めっちゃいじれるらしい。高級車ディーラー行く。オッケー。高級車ディーラー行くんだよ、ここだわ。そこか、じゃあ待ってて、そこ待ってる。今つぶしといて。またね。大型。おい、お疲れっす、ごさん。おはよう。車買ったの？買うの、今から。買うのか。うん、車買ったり、よく買うの。イタリ GTO。 ディーラーもやってるから。高い？5000万ぐらい。ありがとうね。うん、いいよ。でももうちょい性能がいい、よくて見た目可愛いってやつ、1億5000万って言われて無理だってなった。レン君買えるっしょ、1億5000万。でも全財産なくなっちゃう。ああ。さすがにじゃない、なね、ちょっと、うん、まあ、まだ早いかなと思って。ワンカスタムすれば買えるんじゃない。私もまだ奥超えないよ。あ、レン君さ、うん、何？あの俺カスタムの大型案件が入って、うんうん、4台でカスタム費5000万ずつくらい、だから2億分くらい入る案件あったから、入ったから、うん、俺一軒売るからそれ買いなよ。一軒あげるよ。あ、いいの？そう、その代わり俺から買ってよ、ディーラーから。あの、高級車。でもあれだった、今回はもう耳手にお願いしちゃったから、もう一回お金食べたら、じゃあさ、じゃあそのイタリのやつ買おうかな。
イタリーのやつってその高い1億5000万のやつ？うん。うん、オッケーオッケー。なんかあれかなと思って、ゆいちゃんにもさ、できるならイラストお願いしたいから、うん、お金ある程度残しといた方がいいなと思って。確かに。そっかそっか、あれ払ってなかったかまだ。そう。そう、大型案件が入ったんですよ、ギャンギーの。ギャンギー、ギャンギー、そろそろ頑張れるか。あのね、3億の車を買いますって言ってる人がいて、うん、ずっと俺から、うんうん、それでもそう、それがそのめっちゃいい人で、うん、チームメイトの車を4台分買うのに変えて、優しすぎない？そう、ちなみにボブサップイエムね。ボブサップイエムかよ。ボブサップイエムでいい人なんだ。うん、いい人よ。だって俺がアークでギガノトサウルス横取りしても怒んなかったもん。マジでいいやつ。マジでいいやつじゃん。くっそ俺はあれだけど、何も思ってなかったよ、僕んだけ。え、全然いいよ、みたいな感じだったの。うん、頑張ってくださいって言ってどこ行った。マジでいいやつだよ。マジでいい人だ。ボブ君の唯一ダメのところダブルショックだと相場で打ち上がるそれだけかもしれない、本当にどうしてもどうしても打ち上がってる、ダブルショックだとしたい。うん、なんか妖怪がいる。本当だ、ちょっと下げていい？車いいよ。あ、でもカスタムね、カスタムできませんか？それは難しいかも。色は変えれるよ、確か。あのピンクにしたくて。うんうん、できそうっすか？いいよ。あ、いいっすか？ありがとうございます。海外2世もしかして。君怪しいね。怪しくないっすよ。君勘弁してください、怪しくないっすよ。どこの星から来たんだ？どこの星か…うん、アカリン星、アカリン星です。じゃあ6でも、6でもないぞ。キモいって、それカッパやん。ピンク、濃いめのピンクがいい？伊勢さん、薄めのピンクがいい？薄めがいいっす。薄めね。はい。あ、すいません、終了でしょ。どれがいいかな。これでどう？ほら、俺ら。ありがとうございます、助かります。これ完璧っす。いくらっすか？車と一緒でいいのかな？車と一緒だったら20なんだけど、大丈夫？あ、いいっす、いいっす。オッケー、じゃあ貸しちゃうね。ありがとう。しかも赤輪星から来たのに濃いめのピンクじゃなかったな、あいつ。さっきギリさんと一瞬喋ってたんだけどさ、ギリさんと喋って別れるときにお気をつけてって言ったんだよな。やばい、これもしかして NPC か？あー、助けて運営。てかモンキーさん、あー、さすがっす。受けんな、マジで。だって棒ないっすよ。来ちゃうのかよ。脱ぐんじゃねえのかよ。1個ずつ来ちゃうのか。ハルさん、